海と日本プロジェクト in 秋田県。我々の生活から出るゴミが海洋をいかに汚染し、そして海の環境を悪化させていくかというのが、世界を悩ませる海洋ゴミ問題。海洋ゴミ全体の6割以上を占めるプラスチックゴミの問題は深刻です。日本ではレジ袋の有料化などをきっかけに、この問題への関心が今急速に高まっています。ゴミとして海洋に流れ出たプラスチックは分解されることなく海に滞留し続け、数百年単位で世界の海をさまよい、生態系に破壊的な影響を与えます。未来を生きる子どもたちへ豊かな海を残していくために、プラスチックが海ゴミにならない社会を早急に作る必要があります。今回日本財団では海洋プラスチックゴミ問題を目的に、複数の企業が連携して海を守る仕組み作りを推進するアライアンス・フォー・ザ・ブルーを立ち上げました。海ゴミ問題は、当然のことながら一社では解決できない問題、多くの企業の連携、協力が、必要である。今回のようなアライアンスを組んで、さまざまな、企業が試行、検証、挑戦する機会を、作って、取り組んでいくプラットフォームが、必要だというふうに考えています。この日は加盟する企業が取り組んでいる課題の発表やパネルディスカッションなどが行われました。こういうようなバックインバックみたいなワークツールを作っていきたい。廃漁網を回収して、この漁網のリサイクル事業に取り組んでいると。パッケージをその海に出さないというようなところにやはり力を入れたいなというふうに考えておりまして、使い終わった後ゴミになるのではなく、それが資源となり、循環していくような。フードのデリバリーやテイクアウト、ものすごく需要が伸びました。で、地域によってはですね、ゴミの量が3倍になっているというマンションの棟もあるようで、実は同じプラスチックでもですね、容器がこぼれにくいものを使うだけでですね、かなり環境負荷が下がります。これまで その枠組みというものを壊すような新しい仕組みですとか、あるいはそのイノベーティブな取り組みというものを本当に期待できると思いますし、世界からの日本の見え方も変わっていくというふうに思っています。私たち日本財団もこれまでの調査の結果だとか、あるいは知見を生かしながら、ネットワーク、このアライアンス・フォー・ザ・ブルーが企業の皆さんのハブとなって成長していけるようにサポートしていきたいというふうに思います。海と日本。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。